おはようございます。Nintendo 3D 版スーパーマリオ 3D ランドパート7、7回目かな。今回は、この4、ワールドこの4からスタートということですと。今回は初めての地下。ああ、2回踏むんか。奥行きありそうね、これ。おっと。ってことは、この下も奥行きがあるかもしれない。しゃがんでいく。お？ちょっと待った。下もなんかあるな。上もなんかある。おお。すげえな。隠しがいっぱいある。隠し通路が。これは尻尾でいける。これ上から行った方がいいね。羽じゃねえ、タヌキ。タヌキマリオの方がいいな。火ついてんな。ってことは、火をつけろと。別に使ってもいいと思うんで。入る？土管の中。これは取れない。まあ取ってもいいか。取ったら尻尾が後ろに行ってフラワー一つ消えるっていうだけかな。あいだ。スターメダル、スターコインか。ちょっと今更やけど。ひぃ。ここしっかり回収して、お、こっちかな？スターはボーナスタイム。ボーナスだとか。あれ。え？おう。どれ入りゃいい？ああ、なるほどな。往復とかにつながってるよね。左から1番目入ったら3番目、でも3番目入ったら5番目行くみたいな、そういうのじゃないな。ああ、これもしかして、登れへんじゃない？ああ。登れへんな。まあ、しょうがない。
キノピオのおうち。キノコハウス。ん？特に大したもんもらえなさそうと思ったけど、もう、もらえたけど、これはいるのかな？でもないよりは、ないよりはね。仕込みはどんどん進んでいこう。次は五の子でございます。五の子か。でかーい。ああ、そういうこと。手前とかなんかありそうやな。あんま、このステージでいける。高さは。ああ、なるほど。うん。ダダダダン。ダン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 。はい。ダダダン。ダダダダダン。ダダダン。え？特にない。ああ、そっか。上下するわけじゃなくて。落ちんように守ってくれてるわけか。ダン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 ハネブロックがなくてもいけそうっちゃいけそう。うん、まあ、クリボー上から乗るかやな。乗ったるか。ちょっと待ったって、これ怪しいな。これは良いな。ただスターコインが一つしかまだない。なんてこった。これ一つ目大きい。よかったな。大丈夫やったな。こっから取りに行こう。あと二つ逃すことがないように。横かな、上か。ダン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 。いや、落ちとる。マジか。どうしたのかな。いやー、これはあれ。No. そう。タイミングやね。まあ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 。やべ、あぶねえ。よいよい、これはよい。あのハテナブロック怪しいからな。ちょっと降りとくか。羽根付きのハテナブロック。
はあ、いやこれ見にくいや無理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 これはもう余計なことせずゴールに行ったからですけど、踏んどく？いやー一キャップだけもらっとくか。でん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 。さあ、クッパ城か。いよいよ。でもワールドコーナーってまだ8まであるからな。またクッパで戦うんかちょっとゴリ押しでいけっかな。わわ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 わ。ドンドンツドン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 。こっちはないか。まあここは、あ、やべえ、おい、やべえ。まあ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 、いいでしょう。いいでしょう。ちょっと幸先悪いけど。幸先は悪いが。まあいいでしょう。うん。ちょ、自分を鼓舞していくスタイルで。ここやな。ここ取っちゃうと、いや、危ない。いいね、いいね、いいよ、いいよ、いいよ。自分を褒めていくスタイル。自分を褒めていくスタイル。んーね。この奥とか、なんかありそう。ないか。なんか沈んでたよね、か。沈んでない。上下か。上下するということは、上にスター、ねえな。あった。あれ、はい、ちょっとあれ、壁キックできひん、あれ壁キックできひんな。この壁はそういう仕様なのか。壁キックできないか。ちょっと待った、やっぱりありましたな。おい、え、で次は覗くと、違う違う違う、お前ブロスやんか。キナピオだ、キノピオかと思った。え、おらんくらい、キノピオ。ええ。へえ、あれ、まあ、あれはあれでいいのか。あ、やばい。ああ。ほい。これだけか。
特に何もないか。ああ、あったあった。あ、こいつ上にもちゃんと撃ってくるんやな。ちょっとムーズ。ではこのままも行かしてもらって、まあここは気にせず、さあゴリ押すか。おうおうおうおお、あい来た、こういうことやろ。待ってきまーす。さよなら。あ、さあこっから。よいしょ。よいしょ。ここや。すいません失礼します。あ、嘘。ここはチャンス。もうゴリゴリゴリのゴリ押し。一回ダメージ受けたね。これもチャンスと言わんばかり。勢いで攻めていくと。何やったっけ、ウィザードじゃなくて、何やったかな、カメック、そうそう、カメック。あれ、ダン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 、これ、ジャーンプ、全然違うって。コインはもうそんなにいいかな。これ100機以上なんのかな、マリオ。101機になったな。反撃のピーチ。わお。失礼しました。ちょっと我らが勝てる兆しが、ピーチを聞くかぎり。じゃあ、6の1。ちょっと1ステージだけいっとこう。でん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 。これは、登れそうやな。ここやったら、登れんじゃない。いや、登れるんやけど、矢が、後ろはありそうやな。おお。なんか思ってたのと違うけど、まあ、あったんで結果オーライと。いうこと。あー、いいな、ぷくぷく、こう、後ろから飛んでくる。嘘ってかい！目押しで、よし。このステージはまあ、羽でもいいかなと思ったけど。あ、ちょっと。ジャンプの感覚が、感覚が壊れてる。今の、10代とか、ちょうどこう 3DS が、10代じゃないのかな。でも羽やな、タヌキの尻尾。羽じゃないわ。10代ぐらいやったら、これ全然奥行きとか。耐えられるのかって考えると、空間の認識の能力がもしかして令和の若いもんは、若いもんっていうか、もう俺も若いんやけどね。令和の若い人たちは昭和、平成、まあ大正、明治の人よりも空間の認識の能力は高いのかな。いや、ワンチャンあるよね。まあ、登れへん。まあ、俺が認識でこれなんとかうまいことできるのは横までやな。横やったらなんとか微妙なこう魚的に当たる当たらへんとかもできるんやけど、
あれ？おお、上にあった。イカワレゲッソ？ゲッソやね。立てできそう。いややわー。やーはー。あ、高さがあるから。嘘やろ。ここでジャンプ。よっしゃ、まあ時間いくらいなんで今日はこの辺で、ありがとうございました。お疲れ様でした。次6の2からよろしくお願いします。